IMF 国際通貨基金は26日今年の世界の実質経済成長率の見通しを3.2%とし4月に発表した見通しから0.4ポイント引き下げました6.1%の成長だった2021年から大きく減速する見込みです国別では個人消費の失速や金融引き締めが響いたアメリカのほか中国も大きく下方修正しました IMF は 4月以降、見通しが大きく暗転している。まもなく世界は同時不況の淵に立たされる可能性があると指摘しました。